チェミッチみたいな服ちょうだいよ。欲しいなチェミッチ。チェミッチ、お前プルーソンチェミッチのことチェミッチって呼んだの。やめて、そんなたまごっちみたいな。やめてよ、卵から帰って30億じゃないから。わーわー言うとりますけども、あのお話漫才入ってっていいでしょうか。はい、あのですね、最近さ、僕あの親戚の子供にね、童謡を歌って聞かせるの。そしたらすごい喜んでもらえて、うん、好評なんです。ああそうなんだ。はい、あでもなんか似合ってるかもしれない、ね、そうでしょ、うん、じゃあ歌いたいよ。俺ちょっと子供の気持ちになって聞いてみようかな。おーいいじゃない、いいじゃない。じゃあいきますよ。はい。じゃあね、あのクラリネット壊れちゃったって曲歌います。はい。いきますね。1、2、3、4。僕の大好きなクラリネット、パパからもらったクラリネット、とっても大事にしてたのに、壊れて出ない音がある。どうしよう、どうしよう。おう、パッケラマト、パッケラマト、パオパオパパパオ、パッケラマト、パッケラマト、パオパオパ。ウェー、辛いな。鼻くそをつけてくんじゃない。そんなこともやんなくていいんだよ。汚い鼻くそ拾って、え、どうしよう、どうしようじゃないよ。ちゃんと俺の音聞いてました。いや正直ちょっと全然入ってこなかった。聞いといてよちゃんと。いやそもそももう歌声がひどいし、うん、あとクラリネットってこうじゃなくてこうなの。そういうとこよ。それはもう俺の持ち味としてさ、持ち味楽しくさ、切り替えていこう、切り替えていこうぜ。レッツ4じゃなくてゴー。でもいいよ。ひどい。詳しく何回やりたい。 やっぱ子供に歌うなら、はい、僕が歌った方がいいです。いやこんないかつい顔しなくて無理でしょ。いやいや僕できるんです。ちょっと聞いてって。僕の大好きなクワイネット、パパカもあったクワイネット、とっても大事にしたいと、怖くて出ない音を、どうしよう、どうしよう。おー、パッキャラマアレキサンドロスシアター、おー、パッキャラマアレキサンドロスシアター。聞き間違いじゃなかったらさ、さっきの若手バンドと若手女優入ってこなかった。いやそこって何言ってもいいパートじゃないよ。いやパートなんて土屋タオタオ女優じゃないよ。お疲れ様、ありがとう、朝だまおまお、トゥントゥントゥン。こっちの方がよかった。いやこっちの方がいいとかない。歌詞が違うんだ。一緒にこうやって滑ってみる。え、あごめん、先に滑ってたもんな。えそうじゃないよ。いい、取り返さなくていいよ。そこは楽しいな。でもこの歌、まあいい歌だよ。これさ、2番からもっと楽しくなってるじゃん。楽しく？うん、ほら、お父さんが入ってきて、子供と交互に歌うパートみたいな。え、お父さんなんか入ってこないよ。え、次子供もずっと歌ってて、うん、次はドトレトミの音がーってない。そう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 、いや、歌い出しそうだ。その後お父さんになるじゃん。お父さん？あれ、知らない？知らない。あ、じゃあちょっとやってみよっか。おうおう、君そのまま歌って。はいはい、僕お父さんパートだった。はい、うん、いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。テッ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 。トレトミの音がってない。普通そんな壊れ方はしない。とても大事にしてたのに、嘘つくな、大事にしていたら、楽器の大事な部分のドトレトミが出ないなんてありえない。例えば強く叩きつけたとか、海水に浸けて染みつけさせたとか、お玉の代わりにスープをコトコト煮込んでいたんじゃないんですが、人間性疑うよね。こいつなしで頑張れ。誰？誰？追い詰められました。さあ、あなたの言い分聞かせてくださいな。はい、3、2、1、どうぞ。どうしよう。いやいやいや、どうしよう。そもそもめっちゃ詰めてくんだ。なぜ人は傷つき傷つけ合い生きてゆくのだろう。分かり合いたいはずなのに、分かり合いたい気持ちがディスティニー。お前さてんだ。大きい星に僕は包まれ、クラリネットを壊され、僕も壊れて行きました。おー、パッケラマアレキサンドロスシアター。やめろ。めちゃくちゃ知らないな、そんな歌。なんだその歌。知らない。知らねえよ。クラリネット壊された側の自我が崩壊していく。しかも途中出てきたあれだよ、なんかこんなにラッパーみたいな。人間性疑うよね。こいつマジで半端ないね。腹立つ気持ちがデスティニー。
全然喜ばないから。そっか、じゃあ犬おまわりさんでもう一回やってみる。いやもう